ったりして。ラウンド1ファイト。さて、こうが広角線をしのいでからのこの馬力力、素晴らしいものがある。出てくるのは竜のシオン。先ほどは竜がここが10割ほど有利していた状況からまくられたという非常に切ないことになってきましたが、先ほどの配置戦などを見るとこうもかなりエンジンがかかってきているので、お互い集中して試合をしていただきたいと思いますが、初手をつけ制すのは竜のシオン。ワンコンボかかっただけで4000、5000、これは非常に痛い。ちゃんと獣の解放を当てている。手段が出ないか。しかし出して落ち着いていくのはこう。かなり落ち着いた立ち回り、しっかりと大育ち、こういうところも逃さない。シオンのジャンプピンに対して落とすのがすごく怖いんですけどね。この辺りも心の強さがあるこう。戻して射撃バンドしてて、シレッパーが2人のエーグラを吹かす。残り数が当たってしまう。残りは15秒。ここはなんとか壁を押したユーナが集団通して、ゲージはある。安定でゲージを吐いて解放、ワンチャンス掴んでいく。これはゲージは回復しきると勝つので、今日も攻めざるを得なかった。ラウンド2、1本飛んだはユウ、2本目、出させない、ユウが攻める。マイナスライカウンター、これはごっついのが入るわ。ジャンプシーンが溜めれてなかった。前にしっかり置いて中段からモルジ、やはり安定で強い。ファンシーで上げてからのエリアル、こうもこの距離を維持。ブタキャラ分程度離して、ちょうど次の先端が当たるように距離を取っていく。しゃがし、そしてカウンターヒット、何かが噛み合ったがジャンプシーが出ない。立ち回りに戻る。お互いほぼ五分だが、有利なのは有利といったところが、ゲージを見るとコウが有利なんだが、攻めきれないといけないのはコウだが、通称これは拾えない。つまり集団無理やり通して、こうなるとシオンのターン、 CCC から BC ダメージを稼ぐ。これはまずは残る、受け身狩りができない。噛み合った、ゲージが戻して吐いてまくっていく。さあ足伸びてしっかりとバックダッシュ、この男も本当によく出てきている。解放はさせない、力強さのある赤明葉、これがこう。3方面2回取っている対策が、ここのコンボ落としてしまう。よし、しっかりガードして立ち回り、ここはガードができている。しっかりと次に反応して飛んでいくユー。 BC もガードしている。当たってしまうがガードしている。ダメ橋集団もガードしている。勝っていてからガードは参加だがすごい。あれ本当にできないです。素晴らしい。バックステで距離を離して一旦落ち着いた立ち回りをしようとする子、対する優は考えさせる暇を与えまいと前に立たせない立ち回りするが、ジャンプにしがすかったところにジャンプを差し込んでいく。この状況は射撃がないので、ユーは何を選択する。ジャンプ B はしっかりとダッシュしている。ダブルマンダー拾えない。ここに射撃がかかってしまい、ゲージのマックス昇竜拳 A、 カウンターはしない。たまらず解放、早い段階の解放は正解といったところか。時間は13秒、まだまだお互い攻め気があるので、何か引っかかれば変わるが、固まってしまうと間に合わない。こうが取り切る。赤同キャラ戦、こうが迎える昇格戦、出てくるのは静岡。今回はハーフスタイルを選択。守れないなら俺は攻めると、そういった意思の表れなんでしょうか。確かにハーフ赤の攻めはやはりなんといっても見えないので、赤の装甲ならば一瞬で死んでしまう。
校はこの攻めに対してどう対処していくのか聞いていきましょう。まず攻めに行くのはこう、バンカーはしっかりガード、飛ばさない、一旦距離を離して落ち着いた立ち回りを見せる。ジャンプシーはカウンターしたい、ちょっとゆっくりめの受け身で下に降りて攻めを継続させない。ちょっと心はない、サガビーを単独で刺していく。しっかりと拾ってゲージができてしまった。このゲージをどう使っているのかこう、先ほどから見ているとこうがほとんど空対空でカウンターをもらってないのが印象を受けます。かなり丁寧な立ち回りを見せる。ゲージがなくなると距離を離して引きとともに地上を引っ掛ける。始まんからこの体力はさすがに上がってからも残らない。コーナー昇格にリーチをかける。2本目、静岡もこのままではオチオチと、静岡ではない滋賀からやってきて、こんなところでは負けられない。いいところを持ってセガに帰りたいというところですが、やはりペースを握るのはこう、赤赤の経験差が出ているか。静岡はやはり画面端を取っている形。ここで中央に戻していくが、こうはやはり無理には攻めない。攻めれる状況でないと攻めない。攻めと守りのメリハリがかなりしっかりしている。カウンターはもらわない。ゲージを使わせて、ここも硬い、もらわない。しっかりと歩いて行き場を空から飛んでいく。立ち回り潜って位置を入れ替える。事故らない、時間だけが過ぎていく。こうなるとスライダーかかっている。素晴らしい判断力だが逃がしてしまう。ジャンプシーがヒット、これは強行だが、時間を見るとこれはゲージが高くないか。だがこのジャンプを勝つとこれはすごい悪いだ。補正を切らずにはいられない状況だったんでしょう。噛み合った形でしたが、なんとか静岡も一本取り返す。ここは少し奪わせたなので、やはりちょっと選んでいくのはこう。空大軍性質が出ない。見直す、チャリしっかりガード、きついか。攻めていく、釣られない。オスの出しもできている。過去のジャンシーに対してのオス出しは本当に難しい。カウンターヒット、おいしい。ワン、ツー、スリー、噛み合う、これが噛み合う。こうなるとゲージのあるものがかなり辛い状況が続く。アップしても甘えない。シールドから解放、素晴らしいですね。この男本当にやりコントロール、絶滅危惧種やりコントロール。だが攻めていくのは静岡、これはゲージができてしまうので早めに使っていく。ガードしている、ガードしている、暴れれない。ここを崩して静岡意地で取り返す。逃げたりしたらダウンドワン。さて、昇格戦を阻んだ静岡、最初に出てくるのはラクちゃん。ここは拾えない、しっかりとガードしているが拾い直しはしない。安定同時になる、打ちくらいをしてしまう。 CBC から投げ、ゲージがマックス、ここは解放で拒否。空大空逃がさない。一生画面端、ジャンプが先ほどと変わらない。小足をこするが、おっと、海も出ない。飛ばさない、逃がさない、まとわりつく。なんで不安かかってるので、あんまりわからない。ちょっと駒をこすりすぎた。なんでここは、すかし投げ。今度はシールドだと。CBC からまあ体力差があるので、状況を取っていいと言ってはいいでしょう。投げて、中段は爆戦力、投げが使ってしまう。アブリーのカウンター、これが強い。
ダウンド、ツー、ファイト。2歩目。ピー、取り込んだ、だが拾えない。ここはしっかり確認している。投げます。立ち回り戻して。取り込んだ。これはさすがに拾うが、ちょっと遠かったか。当たりつく。当たりつく。投げて。拾い直しが失敗。これはかぶってしまう。だが先ほど保険で助かる。バグ盛況ヒルが。ジャランシーがめくりヒット。モビジ。後ろシーかな、モビジ。後ろシー探しかな。手元が出ない。トリから、トリ。お願い、マッカーは通らず無情にもジャンプシーンで蹴られてしまう。ここはちょっと安かったか。投げる。空対空させないぞと。ダウンの1本。スリー、ファイト。3歩目。投げていく。さすがに拾える距離ではない。最終ダウンでしゃがんでしまう。ファイターになってしまう。ここからこの画面走るあかり、さすがに防災力は少し幅がゲージマックスともにラグちゃんがしっかりとここは勝ち。巨幻の夜を始めよう。ダウンのワンファイト。バネは見なさい。出てくるのはハイスキーのフルバーキャー。それでは無理だ。なかなかポイントの状況的に一人がいなくなると終わりなんで、これだけ盛り上がって8弾が出ないっていうのはかなり悲しい。広角線のハイスピー、皆の期待を一緒に背負い投げて、森田の枠が読んでいる。いささか B から B のいささか。ここは爆撃影響を切っていく。投げて、これは拾えない。ダウンを打ちこのダメージがある。打ち身は達人にしっかりと待って、フリーズ。もう一回ゲージを入った強力なく重くらのジャンプに行くのです。まだ残るが投げられたんでしまう。二段ジャンプ逃がす警戒。ダウンの2ファイト。二本目ジャンプが浮かんでしまうが、ジャンプ 2C で巻き込まれてしまう。あっと割りつくれ。森友一周からエリアルしっかりいささかって4600ダンブル。ここは確定の番だ。これが実況里なかなか見えない。リーク時代はね、レンズ内があれで飯を食う。ああもうねー、さあさあ気にしまい。投げてここはしっかりとバンガーラストチャンスにはさせない。追い込んだ、拾っていった。確かしかしバンガー当たらない。ジャンペイだがカウンターはしない。これはジャンプディッシュで消えてしまう。アイスピ何をもらうこともできない。大豆ラクちゃんはゲージが中断届かない。それでバンガーが通ってタブカウンター、これは拾えない。逃げていくハイスピー中断だが届かない。ジャンピーだが拾えない。なんだない。これはラクちゃんが勝ち。ハイスピー降格。うんうん、あだからポイント余り、あのプラス2、プラス2とプラス1とマイナス1とファイト。そうですね、だからいける。これラスト。ああ、よかったらまたエンドです。もうね、今日中に動画上げれるかどうかっていうところですが、見ていきましょう。ラクちゃんの昇格戦、対する誘惑高得点。はまい、ぬるい、弱い、落ちる。さあ、ちょっと元、つないで、飛んでいる。亀ですか。はい。いやー、優秀軌道がなくなったところに対して、カプセルのシフト。やるしかない。なので、バッチリ。おしゃれな文字が出ているわ。ジャンプに空対空、お互いカウンターなのでブレイクはしない。ブレイクじゃない。おっしゃジャンプに頑張ってカウンター拾って、まだまだ隅を狩る A フリーズ。
投げて、これはこれ全部当たって、ラウンド2、優が広角にリーチ、対するラクさん昇格にリーチ、電はこういうサイドが強いんだろうか、クザイクセンシング取れない、リードつなぐわ、さあ横だが、ちぎれなさい、しっかり立っている、いらっしゃい、立っているのか、イエローしたのか、どっちでしょう、なんだ予測済みで、クザイク、ジャンプで降りた、これは CC から仕上がらない、押しやすいか、ジャンプ CC では巻き込まれない、予測済みです、さあ立ち回り、なんだユーバーなんとか徹底したいが、ジャンプちゃんのまとわりつくジャンプ DC が対処できないか、 DC DC から投げていく、戦闘再開します、空対空を制して中央に戻していく、ここからまた始まるが、ユーは走る、素晴らしい反応、ここはチキのマリオ立ち番から安定で繋いでいく、ゲージはある昇竜拳、相手にゲージを作らせなければ優の勝ちがほぼ決まったようなもんだが、タイムアップ、逃げ切る、ラカちゃんはどちらかというと残した形でしょうか、ファイト、あ、はい、そんなことなかったようです、まあ、あとな、開幕ゲージを吐いてダメージを加速、上位タク裏のサラピンが通り BCBC からクン投げ単調です、逃げパスない、ここでジャンプが通る、なんこれは入れパスないが優が1名を取り込める、なにペパールって中盤前に、なんだってバラッタロッ、はい、怪しいが BC がカウンターが繋がらない、ジャンプ B が上からジャンプ DC に巻き込まれる、ジャンプ DC 繋がらなくて画面端を自信くるラクちゃん、まだ気づいたな、ネパール系、これは BC BC でこれでラクちゃんが8段に昇格という形になります、見てからね、コアルケースは。ということでですね、一人が上がって一人が落ちたということで、はい、今回の8段戦はこれで終了と、あ、7段戦ですね、これで終了となります。お疲れ様でした。